はい、エビちゃんエビちゃん、じゃあ今回はベッカムですね、当たりましたと。昨日ガチャの動画見てくれた方は見てたと思うんですけど、ベッカム当たってくれました。ちょっとレベマじゃないんであれですけど、まあもう早速1ゴール2アシストしてると。え、マジか、そうだったんだ、知らなかった。まあ強いっすね、まあ、もう能力見ればすごいのが分かります。これユナイ、自分ローマでやりたいんでローマでやるんですけど、あのユナイテッドにすればさらにプラス2上昇なんで、まあ強いでしょう。でスカットはこんな感じです。プジョルとベッケンでファンダイクと、オーイエですね。オーイエかなり気に入ってます。レベ1にしたらほんと強いっす。でクリバリがその代わりで、ST にロナウドで、控えでクライフで、もしダメだったらリシャルリソン、アズムン今年おすすめ、今回はおすすめだと思います。アズムンをここのルンメニゲの途中交代枠ですね、まあ、あとはまあ見て見てって感じですね。じゃあランクマやっていきましょう。はい、ってことでやっていきましょう。カット。はい、ということで対戦相手が決まりました。フタラカスさんお願いしますと。いやなんか久々にこう後付けでじゃなくてその時に声を出す実況なんてちょっと楽しみではありますね。よし、やっていきましょう。どうだ、あーどうしよっかな、迷うなこれ。ちょっと2社使ってみようかな。迷うな。いやこれむずいな。アズムンが調子悪いときついな。まあ、ベッカムは普通だしこれでいっか。カウンターは僕はバティにつけますということでやっていきましょうか。個人的にはネイビー白が一番見やすいからこれでやってます。よし、対戦よろしくお願いします。いやなんか最近動画の編集とかいろいろパソコン買って勉強してるんですけど、まだなかなか見るまではできないですね。難しい。もうやってても、よくわかんないなみたいな。4月までにはちょっとね、この有給期間中でなんとか、まあ、動画だったりあとは顔出し配信とかも考えてるんで、近々というかもうキャップを予約してるんでその辺楽しみですね。じゃあぜひよろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。はい、いやービエラもうバティいい動き、あ中行っちゃったな、一回戻そう。いやビエラに戻したかった。縦は空いてないね。一回ここで先発使って縦、ああ空いてるかな、オッケー、ちょっと溜めて、ここ、いやーマジか。ここは取れますね。いや後ろは読まれてるからベッカム、お空いてない、ここ来た、いやーマジか。ベッカムいいパス出しますね、早速なんですけど、ここ行きたいな。いやここ行かなくていいかな、ここ行っていいね。オッケーオッケー、パス入ってもいい、オッケーオッケー。ロナウド警戒で1回溜めてロナウド、いやーまたオフサイ、嘘マジか。イメージ通りなんだけどな、ここ出したやろ、中出したやろ、オッケーオッケー。運命逃げ見られると思うんでオフ使いましょう。いやー全然ルーベンまで見えてなかったな。さてだよね、うん、後ろやべ、これ取られる、危ね、ベッカムのパス見てたら危ない。オッケーオッケーオッケー。ルメニゲの動きの下合わなかったね、ルメニゲだけ見てたんですけど、縦は無理だね、あ真ん中見られてる。いや違うベッカムに出したんですよ、真ん中怖いね。オッケーオッケー、こういうときに行ってバッティ後ろ、いやーないもん、ベッカムマイナス、いやミキ、これ取り切りたい、いやマジか。これ謎だよなマジで、結構あるよな、もうなんかさ取り切ってないのに、おラッキーラッキー、ビルドアップミスってくれてるぞ相手。いやーマジか、もう点取りたい、取りたい、そろそろ取りたい、
あ、やばい。いやそろそろ点欲しいな。ロナウド。OK。キープキープ。ホール？いやー取んないか。ダフったな。OK OK。ビルドアップ見せてくれてる。おベッコもいいじゃん。いやー。縦出される。プレス行って中す。取りたい。OK OK OK OK。取り切りたい。OK。イエーイだから。もう。危な。さて無理だね。一回して。うん。そこじゃないんだけど。もう一個前見たんだけど。だって、ちょっと、縦切られて、バティ、無理かな。OK、ナイスボール。無理か。どうしようか。あ、そこ入れられて怖いな。裏ケアだけ。いや出してもよかったかもな今。うわ伸びたよ。取り切れ。OK。OK。いやーなんかなうまくいかんな。取り切れ。OK。待て当てちゃえ。あーロナウド見たかったな。ちょっと今日遅行だな。いやーなんか切るか。ロナウド空いてる。いやないぼ。いやーロナマジ神ボールなのにベッカム。いやーマジかよ。決めろよ。もうビルドアップ見せてくれてるからなさっきから。この CF で守備するの大事ですね。よしよしよし。やべやべ、それはダメ。体勢悪い。体勢悪いのにあれ出しちゃダメなんだよね。オッケー。いや、おいマジで強いんだけど。あ、取られた。いやー無理か。やべ、立ち合わない。立ち合わない。立ち合わない。危な。立ち合わないできついんだよな。いやマジでからちょっとなんか、いやマジ無理。いやマジ硬いな。超硬い試合になってるわ。なかなか試合が動き自体は全然いいんだけどな。ロナウド、いやもうちょっとやってからロナウド変えようかな。ちょっとロナウドさんが、あでも前線も生きてないね。もっと早めに縦パス出しちゃってもいいかもしれない。やばい。あ、オッケーだ。ちょっと攻撃を早めに。こういう。いや、事故った。行っちゃダメだね。ここで当ててもいいかもな。次からもっと前早く行くのとは。あ、ビエラいいね。いやー足元だな。いやちょっと想像が今日ダメだな。全然いい感じじゃない。中切って立てと。音。あーバディいいな。これ通るやろ。全然攻撃うまくいかんぞ。
オーリア本当に強い。あーこれ事故りそう。いやないぞ。いやどこ使うかだな、むずいなこれ。おいやーマジ前入ってほしいな。きついなこれ。リシャだな。リシャとメッシにするか。アズムン出したいけど中盤疲れてないな。どうしよう、アズムン出そうかな。いやメッシだなさすがに。ちょっとラインブレーカーがいなくなるのがきついけど、メッシでなんとかしてもらおう。ちょっともっと攻撃中盤当ててみたいな動かしてもいいかもな。これ取れるやろ。いや取れない。シンプル OK。 おーいや最強 OK。 これチャンスだな。いい。いやー OKOK。 うわずれてるずれてる。おずれてるずれてる。楽しいな。お裏開いた。来た。いやー無理か。ターンしろ。いやー前出てくんなよ。むずいなー、全然攻めきれん。集中するわ。集中してるけど黙るわ。いや無理かー。いや無理かー、なんでだろうそれ。お来た。はいバティ。あーマジかよ。いやーマジやばいやばい。時間がないように感じる。1個上げてます、さりげなく。やばいな。おラッキーラッキー。これはラッキーだな。やばい、1個下げます。取ったならいい、取ったなら大丈夫。いや守備、今日は守備はいい感じなんだけどね。今のもビエラからだし OK。 大家最高。でも最悪それ OK。 ナイス。危ねー、怖えー。ほんとビルドアップミスが今作は本当に気をつけなきゃいけないことで。最悪、こういうミスが一番嫌だ。 OKOK。 だからそういうミスが一番嫌だ。取りたい。あー大丈夫だよね。危な。いやこれトラップはできるね。待っていけんじゃねえかなこれ。いや怖い。おベッカム来た。これよ。ちょっと甘いだな。めちゃくちゃ甘いだな。アシスト決めたいな。来た。はい、オッケー。ベッカムいいね。オッケー。いやー裏抜け。オッケーオッケー。おーいや超強くねこいつ。あっ運命が早っ。おーいやめちゃくちゃ強いんだよな。超お気に入りこいつ。リバリより瞬発あるし。
やべ、やってるやってる。え、どこでファウル？オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、ちょっとベッカム活躍したかなって言ったら微妙だったけど、まあまあまあ、良かったんじゃないかな。守備が完璧だったかもね、この試合は。ほとんどシュート打たせなかったのかな。この辺のパスとかすごかったけどな、これ決めてほしいな。いやー、なんか、いやー、なんかシュートも少ない試合だったな。これやばくない？これやばくない？覇気やん、覇気。これ草なんだけど、覇気でしょこれ。四角をしちゃったね、お相手さんが。マジで草なんだが、この辺のね、上がり出しとかもいいんだけどね。これな、ちょっと相手が出てたしな、ちょっときつかったかもな。これはさすがだわ、これはさすがのキック精度や。ということで、2対0で、言うたら完璧な試合だったかもね。ベッカムといえば、まあ、パスも中盤で一番通してくれてたし、うん、持ち上がったりもしてたし、うん、やっぱまあ普通に強いね、まあ、そりゃそうだよね、あの能力は強いと思う、間違いなく。いやー、けど今日はリシャが最後活躍してくれたね。やっぱ途中から ST で出すリシャは強いっすね。ミラー入れようとも迷ったんですけど、ちょっと今回リシャで甘えてみましたっていうことで、今回はここで終わります。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。